ルフィとワンピースの比較、言語能力とドクター、ヒルルクの関係。こんにちは皆さん、私は今日、ルフィとワンピースについての比較をお話ししたいと思います。特に、ルフィの言語能力とドクター、ヒルルクとの関係に焦点を当ててみたいと思います。まず、ルフィの言語能力について話しましょう。ルフィは彼の冒険の中で様々な国や文化に触れてきました。その結果、彼は多くの言語を理解し、話すことができるようになりました。彼の船、サウザンド・サニー号のクルーたちは様々な国籍や背景を持つため、ルフィの言語能力は非常に重要です。彼はコミュニケーションの鍵となり、仲間たちと円滑に協力することができます。次に、ドクター・ヒルルクとの関係について考えてみましょう。ドクター・ヒルルクは、ワンピースの物語の中で重要な役割を果たすキャラクターです。彼は、病気や傷を治すための薬を作るために多くの研究を行っています。ルフィは、彼のクルーと共にドクター・ヒルルクの島に到着し、彼の助けを借りていくつかの困難を乗り越えます。このエピソードでは、ルフィの言語能力が彼とドクター・ヒルルクの間のコミュニケーションの鍵となります。ルフィはドクター・ヒルルクの言葉を理解し、彼の意図を正確に把握することができます。最後に、解決策や対処方法について考えてみましょう。ルフィの言語能力は、彼が仲間たちと協力し、困難な状況に立ち向かうための重要なツールです。彼は異なる言語や文化を理解することで、他のキャラクターとのコミュニケーションを円滑にし、問題を解決するための情報を正確に理解することができます。ルフィの言語能力は彼の冒険の中で役立ち、彼のクルーとの絆を深める助けとなっています。以上がルフィとワンピースの比較、特に言語能力とドクター、ヒルルクとの関係についてのコメントです。ルフィの言語能力は彼の冒険の中で重要な役割を果たし、彼の仲間たちとの絆を強める助けとなっています。彼の冒険を通じて、私たちも異なる文化や言語について学び、コミュニケーションの重要性を再認識することができます。どうもありがとうございました。皆さんのご意見をお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。